実座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がってついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。志村様は自由になられた。それで平和が戻る。Leggio far sinta. Per tempero. Io c'è. Che te lo comsta. Io mar neggio marvo.
Alek Bocic! Negium Harsinta. I'll you.
넌 내게 못 있어. 야 선배. 待たせてしまったな。 畑を失ってしまうかと思いました。 鍵は猛虎に奪われたのか。 いえ、お持ちください。 これで猛虎はもう何も奪えません。 鍵は揃った。 鎧は赤島にある山の上だったな。 酒井様、櫛の大きな畑を見下ろす像をご存知ですか？若い男がたった一人で賊や猛虎から像を守っているそうです。伊蔵殿が掘った像だな。助太刀に行かねば猛虎どもに壊されてしまってはかなわん。どうかあの男を助けてやってください。傷口が膿んで匂いがしてきた。 さあ、かかってこい！
先を越されたか。あかね、鍵を差しているか。作の鎧、噂通りか猛虎で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。ノリオだ。だが他の僧がおらぬな。皆は怪我人の手当てだ。私は方針らを探して連れ戻してきます。もうここで我らの助けを止められはしません。酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。鎧はお体に合ってます。より頑丈になりました。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。では気をつけて。